で本日はですねフードそして倉持ゆかさんをまあその3人でちょっとこのゲームを遊んでいこうという、趣旨でございます。で僕とねこのブロウルハラのまあ接点というわけじゃないけどなんかねまあ僕海外の大会に出場することがかなり多かった。まあ今でもありますけど結構前だねこのゲームの噂を聞いたのは。と賞金がとにかく高いまあちょっと格闘ゲームっぽいゲームがあるよっていうことでおすすめされたことがあった。だからかなりね歴史のあるゲームになったんじゃないかなと思うよ。でいろんなキャラクターがとコラボしてさまざまなキャラクターが出てるというところじゃないでしょうか。で今はね鉄拳とコラボしてるっていうことでまあこの3キャラが出ているっていうことでありますわな。このゲームねなんと無料です。でしかもそんなに重くなかった。お願いいたします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、時戸さんとフードと倉持ゆかでですね、一緒に UBI ソフトさんの 2D 対戦格闘ゲーム、ブロウルハラで遊んでいきたいと思います。お願いします。はい、やっぱりうまいね。まあ、俺はこの、はい、キャラ数これ全部でしょ？多いよな。チョコレート吉光で。私はニーナでいきます。青デビル陣でいきます。まあ落ちたら落ちたり吹っ飛ばされたら負けたゲームですね。おなじみのルールでございます。はい。で、ね、武器が降ってくるから今取った。今取ったよね。で取ると、はいはい、ああ武器取れた。これ今俺カバー取りましたね。なんで私だけつで。どうしよう。いいよミネちゃん取ってよミネちゃん取っていいよ。いいよ。で攻撃が2種類でいいのかな。弱攻撃、強攻撃、武器によって変わって武器を投げることもできます。黙って武器取る、はい、あもう真ん中で戦う、うん、投げる画面端怖いですもん、ね、画面端怖いだけど真ん中で戦うとこう大体こういうみんなから狙われるから。ちょっと俺爆弾でいくわ。あーダメ、OK、くらえ。あっ怖さないあのアイテムで呼ぶとおなんか横からなんかあれはなんだろうなんかあーっ当たるとやばい。超強く合格。右上にそう体力ゲージと残機が、はい、私とフーちゃんが体力が真っ赤です。オッケー設置した。あいいこれ時できるか。いやいやちょ時の一緒に倒そう。一緒に倒そう。時の一緒に倒そう。時の一緒に倒そう。こっち操作するボタンはそうだよ、攻撃だと2つしかないもんね。うん、だからなんかワンボタンなんだ、ね、浮き投げで復帰阻止強い。あ、なるほど。いやそれ狙ったんだけどね、なかなか当たってくんなかったんだよな今。ちょっとローテーションいきますか。ニーナいきます。デビージン吉光にしてニーナのちょっと待って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 設置したやつ時戸だね、今の。時戸さんの爆弾踏んじゃった。設置したなんか設置されてました。爆弾むしろダガーと銃しか使ってなかったんだけど、なんか置かれてましたよ。違うな、さっきのデビルジンだからフーちゃんじゃない。多分そうでしょ。爆弾設置したのフーちゃんだよ。なんで今時戸さんのせいにするの。時戸さんのせいだったでしょ。フーちゃん急に黙り出したな。急に。ちょっと待って、やばい。溶けた先、溶けた先。ニーナ先、ニーナ先。ニーナ先。ニーナ先だよ、ニーナ先。ため、オッケー、たまった、オッケー。おお、ため攻撃強っ。俺のクソだ。やっぱため攻撃だ。ため攻撃あるよ。相手。おい。そこも攻撃されちゃうの？なんか無敵ついてるイメージだったんだけど。いかん、弓で寒いことやってくる。オッケー、細かく。あ、ペーパー？え、待って、え？はめられたんだけど。おい、ピッチャーツイース。悔しい。ふんちゃんで落としたら。
思いっきりやられたんだけど今俺。そう、無料だし、無料クロスプラットフォームなんで、皆さんのお持ちのね機種でできますか。あ、そうだ、いろんなプラットフォームあるんでしょ。うん、何があるの。スイッチとかもできるのかな。スイッチはなんかあったね。うん、スイッチもあるし、PS5 とかね、いろいろできると思いますので。なんで PC だとね。俺がやったかと思ったわ、今。いろんなのでね、やりましょう、やりましょう。オッケー。あ、ちょ、え、俺どこ、俺、あ、別え、上に行きたいの。え、上スマッシュないこれ。あ、あるあるある。そう、上に。いや、上、こいつないわ。下行っちゃうわ。ある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 。え、どれ。上、強攻撃撃ったら上に移す。え、下よ、下行っちゃう。いや、上ながらやって。やべ、そう言ってんじゃん。え、ヒットボックスだから上と下のあれが難しい。それ下押しちゃうなこれ。それ知らんよ。それむずいわ。それ下だ。人のやつですか。人のやつもやってる。俺も負け込んで、俺負け込んでる。下じゃない、上。オッケー。もう。え、ちょっと大逆転、大逆転。オッケー、オッケー。ちょっとずつ。あ、まずいかも。下。オッケー、オッケー、あ、いやー、分かったのに、今上と下判断してボタンを押せたのに。武器くれないんだけど。ね、なんで武器出てるの。ひどい。こういうゲームか。こういうゲームか、これ。鉄拳ブロールモード。うんうん、これは2 on 2。鉄拳ブロールモードいきますか。うんうん、やばい、バッチ開始までゼロ来た。相手はルシエンとミラージュ。どうでしょうか。お、始まった。ブロール。オッケー。入ってん。お、なになに。オッケー。あ、ごめん。ブキルタがブリキル。オッケー。オッケー。あ、相手も空振ってる。いい勝負かもしれん。相手今確実にミスってた。あ、あ、します。あ、ちょっと足引っ張ってるやついるな。このオッケー、俺カバーカバーでいくわ。オッケー、じゃあ俺後ろでいくわ。オッケー、いいの。怖え。ナイス。おい、無理。どうぞ。あ、オッケー、いいよ。はい、オッケー、大ダメージ、いいよ。おお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 、いいよ。まずい。ナイス。おいよ、あるあるある。あるよ。いったか。あ、惜しい。今うまかった相手フォロー。え？あ？おー、これは？これでここで。オッケー、オッケー、ここで溜めます。溜め攻撃。ちょっと待って。オッケー、オッケー、いけ。当たんで、なんで当たんないの？おい、カンマ強え、これすごい。じゃあ、俺羽でタイミング、骨。え、おえ、なんか死んでる、ドット。なにこれ。オッケー、打って あなくなっちゃった。おい、まずい構えておきます。オッケー。は？ちょっとまずいぞこれ。いいよ。アタック。ちょっと今簡単な方だった。もうちょっと相手。でもうまいな。いやー、ちょっと上手くなってきた。マジか。
アマゲーかこれ。まあでもいい勝負だったな。こういうモードもあるってことね。うん、なんかなんかね、デイリーで変わるみたいな、多分いろんな遊び方が多分あるんだと思うよこれ。やっぱ操作性はやっぱ相当自由であるけどシンプルだな。そうだね、感覚で動かしやすい、うん、まあ、俺は上と下が今のところそれは別の話だ。リーダーリキ、リーダーリキ、はいはいはい、リーダーリキ、うちら赤、うちら赤、だけど、ここは、ここは、ここはさすがに、はいはいはい、やだ赤、赤くしよう、とりあえず赤くしよう、やだリキは、あー、今惜しかったー、やべ、なんか角場やめて、もうやだ、ふんちゃん、ふんちゃんやだ、オッケー。うわあ！超エロしたのにせっかく。玉乗り作戦。さて、あとはこれをどこで使うか。やめて、マーダーボムやめて。さあどっちの手で持っているでしょう。逆じゃん。そう。ゆりゆりゆり。もう一回もう一回もう一回来て。オッケー。武器。せめて武器が。オッケーオッケーオッケー。オッケー。え、あった今。ああ爆弾。オッケー。まだ。武器は来た。おお。あ、え。おお。うわあ、マジかー。今の狙ってたのにー。やったー。いや、今白熱したな今。すごい入ってくださってってことはブロウルハラ勢かな。あれ、はい。あれ、トケドさんがいない。トケドいないよね。あくまで今ピン止めに必死だった。待って、ピン止め、ピン止めした、ピン止め入った、ピン止めした、ピン止めした。え、で、俺は？あ、俺いないじゃん。ドキドさん、すいません、すいません、一回ちょっとどなたか抜けていただけると。これでもいいけどね。本当にいっぱいキャラクターがいるな。うちのチームの人、すごい装飾が豊かだよ。ね。課金してそうな感じしますね。まあまあ、す、す、す。え、これ一回やられると？入れか、あ、あれじゃプロレスみたいじゃん本当に。いやいや、カット入れないのカット。19時から。やべやべ、ガチ、これ多分ガチ勢対決だよこれ。確かに。もうやばい。何この武器。こいつはうまい。こいつはガチ。めちゃくちゃうまい。カマカマ振ってる場合じゃなかったわちょっと。あーこれ本物だ。こうなるんだ。いやこれマジでうまっ。え、待って、右の人も青い方もうまそうだよね。いや、うまい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 。ただなんかこのバズーカ持ってる方の動きがキビキビすぎてておいこれランカーの人。あ、すごい、なに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 、あ、空いてる武器なくしたい、今ので。あ、なるほどなるほど、武器を全部、うん、あ、やばい、この人もあの装飾豊かだった、うまいかも。これ絶対課金勢でしょ。おお、いいよ、はい、あ、強そう強そう、動きがやっぱすごいな、ガチ勢バルログみたいな。うん、爪シャカ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 、わあ。もう、うん、人で、あの、むしろあの女王だよ、今の女王か分かんないけど、だからむしろアメリカで一番強い、あ、俺か俺ちょっとでも減らすよ、もう一人にアドリブ要素がね、満載ですわ。ピッ、削って削って、ちょっと待って、ガチ勢の動き怖すぎんで、何のダメージも当たられてない、うん、おー、うまい、え、武器で投げて、武器投げ、やばい、先生来た先生、どっちの武器も使うのあれで先生、先生に、先生武器ないで開幕先生武器は爪、なんか俺、なんか、あ、先生取った、先生、でも先生のあのバズーカ、先生バズーカの方がなんかかっこよかったけど、おいー、おー、うまい、うますぎる。ああやって武器を落として追撃するんだね。ほんとだ、武器、あ、すごい、うまっ、きた、先生バズーカ、さあ、あるのか。これはフードがラストのパーソンですね、こっちの赤チーム。うえー、ふーちゃんすごい、さあ来た、いいよ、アピールしてます。さあ出てきたのアスカ、あ、当たんね、当たんね、うわー爪、まだ爪のうちは
いけるんじゃない？大丈夫か？あいつね。相手が強いだけでちょっと無茶したくなるよな。やべ、ダルシムもいる。まだ終わらない。ダルシム見たい。全員的モードにします。指輪さん本当にありがとうございます。あれしかもなんかこの A プラスブローラーっていう称号があるから、え、めっちゃ強そうじゃん。強そうだな。狙おう狙おう、狙えばいい。別にどんだけ強いってのモードだったら関係ないからね。うん、これ行くときどこ選んだら、あーごめん、選びます。しかも枝まこともいるからね。うんね、そうだね。あー1位になりたいな、これで頑張ろう。さあダルシムに注意だよね。ダルシムは、いや枝さんも、枝さんもガチっぽいから。俺どこにいる。オッケー、私どれだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ、武器の取り合いすごそう。これダルシム、あ、ウクレレ、お、なにこれ。ダルシム、あ、なにそれ。あ、まあ、ダルシム腕伸びる腕伸びるけど腕伸びるけど、なんつうかさすがに控えめだったよ、伸び方が。ちょっと伸びた、ちょっと伸びたね。さすがにこんだけ人数いれば爆弾通るでしょ。ほった。やばい、俺が食らってしまった。待って、待って、俺どこ、俺死んだ。うわ、どこが分かんなかった。これ今やったの誰？ダルシムだ。なぜか斧持ってる。オッケー。枝やりました今。ナイス。あ、ナイス、ナイス。僕は赤いんで。僕は赤いです。自己申告します。ちょっと徳さんから先にやろう。ちょっと待って、僕は赤いんで。チャンス。あ、枝だ。狙われてたな、これ。やべ、やはりこの3人の試合になってしまった。さあこの場合はどうなる。やっぱ豪気が体力少ないから、まあ取れ倒す、ここと共闘するのか。わしら、おやべ、コンボしようとしてる。どうなる。おお、ゴーあーゴーキー、これで挟まれる。ゴーキー、ゴーキーが、みんなうまいな。ダルシムも赤くなった。おわー、枝は、あ、枝赤い、枝さっ、あ、今汗だくになった。回避を全部使っちゃったんだ。これも一触即発です。んん、これはどう、どっち、どっち、どっち、あー、行ったか、まだ焦って、汗今一瞬かいた。うまいな。ナイキだ今。すごい。おお、あと好き。うわあ。バックステで避けて。すごい。なんか分かれてチーム戦とかにしています？三対三とか。あ、そう、なんかいろんなモードを提供さそうだから、うん、いろんなモード紹介がてら。うん、チームじゃあオンにしてみよう。オッケー。まあ、じゃあ私と時戸さんと杉優さんが赤で、よし、じゃあこれでいってみましょうか。ランダムにしてみました。マッチョマン気になるな。うん、マッチョマン失礼。あー、すいません。オッケー、マッチョマン、マッチョマン、バルハラン超ガチ勢か。うん、スタート。あ、これ味方は攻撃、あ、できないわ。ちゃんとできないものになってる。うわ、いや、いやだからバルハラの武器がやばい、武器が。ちょっと リーチが長すぎる。大丈夫だ。あと羽ね。オッケー。今お二人まとめて。やべえ。これ強くね。オッケー。オッケー。ちょっと待って、飛ばされた。やだー。あ、そっちか。オッケー。杉尾さんは、あ、杉尾さんやられちゃった。よし、オッケーオッケーオッケー。いつの間にかいなくなってる。大丈夫、我々二人でなんとかします。俺にはこれ、あっ、今スカ隠されたわ。マッチョメン、いやいや、けどまだまだ。オッケー、イエー、まだいいの。どう、やばい、体力的にはちょっと五分か。まずい、バルハランがいるうちに俺攻めないダメだ。俺放置されてる。ちょっとやめて。え、ああ、もう、え、今すごい。オッケー、ナイス。オッケー。オッケー。今俺のフォロー見た。
お前上手いんだけど武器投げまくる。武器ひ投げて拾ってだね。オッケー。うわっ。近かった。オッケー。さあ。なんだけど。マジかまー。バルハラ。バルハラなの。20。日本サーバーランクトップ25に入るなる。やば。あよ、じゃあバトルは全員敵だ。全員的モードにしてみます。ほら、あ、ジョンシナいる。ジョンシナ一時期最強プレイヤーの WWE の選手。うん、 WWE コラボいいね、多いね。かわいい、うんうん、WWE 見た時完全に新人だったね。あ、そうそうそう、一番最初にあの民放でやってた時ね、見てたけど、ローとスマック、スマックダウンにいたジョンシナはあれからね、一番一第一番のスタイルだったので、ね、すいません。いや、ロック様いたら使いてえわ。ドウェイン。そう。今もう映画スターだからね。あ、いる？ロック様。ロック様いるか、さすがに。一番最初に声かかりそうだけどな。イープルズエルボーみたいな。確かに。絶対吹き飛ぶんだ。よし、全員敵モード。よいしょ。ちょ、武器が欲しいな、武器が。最初素で、あ、やってるやってる、鉄拳やってる、鉄拳やってる、鉄拳やってるの面白いな。あ、はしごなんだ、ラダーなんだ、ジョンシナ。はしごで殴ってるのすごい。やべ、ジョンシナが超来る。ジョンシナが超来る。くんちゃんがはしごに粘着されてる。どこ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 。何気にこの羽攻撃強いかもな、本当に。タイミング、あー、でもダメ、スカスカシ攻撃されるわ。なに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 。オーケー。え？え、これ強くない？ちょ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 。スーパーだ。強くない？うわ。おい、ちょっとなんかトイドがはしゃいでんな、ノート。今度が。高いんだけど、あの虎の形ちょうど、やべ、武器持ってなかった、武器持ってるもんだと思って攻撃してしまった。ジョンシナ、ジョンシナ体力はやばい、やばい。おお、これはどういうこと。おお、走りと復帰がだって長いもん。おお、美しい。いや、もう走った時嫌な予感したんだよな今。次とかでラストかな。うん、次ラストかな。これ。あ、そうなんだ。俺キャラクターと武器固定だと思ったけど、武器変えれるんだ、武器自体を。あ、ええー。やべえ、あれやばい、バズーカじゃん。あれそうだよ。3、2、1、ブラウン。あ、ベガス。わあ。やべやべ、取ってるよ取ってるよ。あ、やべ、わずか。目が遊んでる。爆弾があると取っちゃうんだよな。ケイ、え？今ラケットで爆弾弾かれたんだわ。それはそうだ。打ち返せるんだったらラケットは。多分そうだね。でしまった。やべ、あのなんか、やべ、あのなんか天狗が持ってそうななんか武器持ってる目が。あ、本当だ。あ、いや、ほんとだよ、うめえわ。やばい、早くもう一気です。いいね、攻撃は当たるね。やばいやばい、間違えた、投げちゃったけど、もう一回回復しましょう。うわー、うまい。勝てそうな気がする、今回。おい、やりがいない、ちょっと大丈夫か、まだ生きてる俺。え、どこいる、やり返したのに。どこいる、え、いなくなってる、いなくなった。画面がわちゃわちゃしすぎて、しすぎてて、やられた演出が出てこなかったわ。いやー、ちょっと待って、ラケットの人がね、着してくる。武器がない武器がない武器がない。我々初心者隊はダガーみたいなのがいいかもしれん。ダガーね、使いやすいよね。小回りが効いて使いやすかった、ね、鉄球とトゲ鉄球と爆弾と、うん、みたいな、うん、回復とか、うん、回復わかんないけど、そういう、なんかありそうだよね、種類。ベガの持ってる武器は、ちゃんとシャドルのあの、紋章っていうか、なんだよね。
あ、ほんとだ。よくできてるね、うん、おもろいってで、無料だしすぐダウンロードできるから視聴者参加型にもぴったりだし、うん、ダウンロード早いし、操作はね、ほんと弱攻撃と強攻撃しかないから簡単にできるし、ボスやばいところ、あーそっちのルートもあるんだ、すごいな、おーだろよ、なになになに、なんかあったな、すごい、おにきす、おめでとうございます、ありがとうございます、皆さん本日は時戸さん、フード倉持優香とブロウロハラで遊ぼうの企画ご参加ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、配信終了いたします、ありがとうございました、また。